HostTV.com。 はい、ということで CP 対談ということで、まず簡単な自己紹介になるんで、はい、はい、オールブラック CP の北信介です。お願いします。あ、オールブラックの CP のよりです。オールブラック CP 京馬です。お願いします。業界最大手ホストグループエアーグループ、その中でも数多くのカリスマホストを輩出し続ける職業イケメン発祥の店オールブラック。そんなオールブラックで着実に頭角を現す3人、龍馬、北信介、伊織、次世代を担う彼らの正体へと迫っていく。過去のお客様とのトラブル、まあ、あげたらいっぱいあるかもしれないから、一番やばかったなってやつでもいいよ。その前のお店で姫様が、なんだっけ、細々にこう LINE を乗っけてて、すみません、先祖を見てかっこいいと思ったんで、あさってぐらいに行ってもいいですかって LINE が来たんですよ、追加してくれて。ただそれまで姫もできてこなくて、だからその人が初めての姫様だったんですよ、うん、って言ったらすごい、で、本当に来てくれて、ほんまに来たの？そう、ほんまに来たんですよ、すげえ。で、そしたら、まだシャンパンとかもラッソンとか取ったことないのって聞いてくれて、うん、全然ない、全然ない、だって初めてやんって言ったら、その日にシャンパンを開けてくれて、でラッソンを取らせてくれて、もうなんかホストを感じたっていう感じ。いや、そうです。だからもうホストドリームを感じた感じだったんですけど、なんか僕ホストの本心も知らなかったから、その時その日にその女の子にすごい、今日この後何してるのって言って、女の子もしてんと思って言って、でそしたら、すごい、これからまた家で飲みなそうよって言われて、うん、でホストの本心も知らん、俺はその枕っていう単語も知らんし、うんうん、でもやっぱそのお互い酔っ払って恋に及ぶじゃないですか。おお、それで帰ったら、やっぱ相当多分ひどかったんかわかんないですけど、ブロックされちゃってありえんって言われて、でも急にブロックを解除してくれて、そしたらすごい長文のいろんな僕に対しての多分文句とか不満みたいな、不満みたいなのを送ってくれて、これはちゃんと話し合わなきゃって思って、変にこっちにこう呼び出すの申し訳ないと思って、こうごめんいいってピンポン。でもやっぱまあ彼女もきっと怒ってたんでしょうね。何なんか迷惑なんだけど。そしたら、そう、もう金輪際私に関わることはもうしないでって、まあ、結構降りてますよ。なんかもう本当にこれで終わりにしなかったら決戦に通報するからって言われて、そしたら向こうから切られて、ちゃんと通報をされて、警察の方に、すいません、なんかストーカー被害が出てるんですけどって言われて、はっと思って、でそれで LINE とかいっぱい見てて、で、やっぱまあ別に変なことは言ってないと分かってくれて、ただもうそれでも二度とその人にこう近づきませんっていう、念書みたいなのを書かされて、なんかもう初っ端からホストが嫌になっちゃったんですよ。でもそれ書かされてるってことはもう完全にあれ立件されてるんだよね。いや、されてないんです。あくまでただまあやっぱりトラブル回避のために一回まあ年収だけは変えたと。だって損してるよ。いや、もうシャンパン入ったし、シャンパン入った続いてはシャンパンを開始します。なるほど。俺はまず1000万売ったのが2022年の9月とかな、はい、そのバースデー付きで順調にいって売れましたっていうよりかは、最後の最後ちょっと無理言ってっていうか、わがままを言って1000万乗せてもらったから、なんかね、1000万売ったから感じたじゃないけど、じゃあ1000万売ってるわけやからさ、何百万って使ってくれてる子もいるし、何十万使ってくれてる子もいるし、女の子は多分数字が分かるわけやん。私は全然使えなくてごめんねとか、私は全然使えてなかったって言われるけど、俺はそういうことじゃないと思うから、売った時はね、数字に対しては嬉しいよりもこれでグループ何位なんだろうだったな。ブラックの中ではもう絶対1位っていうのが分かってたから、じゃあ1000打った時にグループで何位だろうっていうのしか見てなかったかな。はい、寝てた1000万そう。でもマジで何もうまくいかなかったですね。ありえんぐらい予定なくなるし、まあでも本当に1000万打ったらまあ素直に、まあ、乗せたい数字だったから、そこはまあ良かったなと思うので、打った後の方が大事かなっていう、まあ逆に険しい道に来たかなって思います。狭くてよりね、より険しい道来たから。でも初めて俺シャンパン入れてもらった時のはやっぱずっと残ってるかな。俺も初シャンパン覚えてる。そうそう、初シャンパン覚えてるけど、投げたボスもほんまに俺初シャンパンだって、なんかそのハルさんと相番の女の子やって、ハルさんが全部喋って、はい、全部煽って、じゃあ勝手に入れてくれたから、すごい。俺ほんま一言も発さずに初シャンパン入れてもらったの。そう、もともとのもう今いない従業員の先輩がいて、その人が破天荒な人やったから、マイクで担当のラストコメントみたいなのあるよ、はい、その時におーって言ったらな
じゃあ、相葉、で、龍馬、王子の一言聞いてみましょう。せーの、それともなんだ。もう周りは、今日求めてるわけで。で、俺は新人やん。で、どうしようと思って、絞り出したのが、おっ、それで、発射カード、マイク終わり。俺ね、まあもちろん辛かったこともあるんだけど、はい、多分じゃあ辛さと嬉しさとか楽しさ半々とかじゃないやん。確実にさ、辛かったの方が多分比重としては大きいわけ。まあ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 、でもそれ以上に嬉しい時の破壊力が俺はでかいと知ってるから、嬉しいエピソードしか思い出せない、はい、ただ一個言うならマジで1年間売り上げなのか。あーらしいですね、うん、大学行きながら、まあ、ホストをやってて雇用形態のバイトやったのやけど毎日出勤してたんだから、はい、でもさ初回の子とかにさ今大学とその並行でやってるんだよねって言ったら、俺の本気度とかとは別に女の子からしたら中途半端にしてるってずっと思われてたから、まあまあまあ、なんか全然指名ももらえなかったし売り上げも思うように上がらなかったし、それは悔しかったかな。まあ、俺圧倒的に1個あって、これまあホスト的なあれなのか分かんないけど、うちのアイラ、カンボさん本当にまだブラック来てくれたばっかの時に1週間ぐらい営業終わりに俺を飲みに連れてってくれて、うん、俺そこまでお酒飲めなかったんですけど、その時毎日本当に朝まで飲んで飲んでみたいな。でもなんかその時に結構他の他店のホストさん、グレッコさんとかいるところに連れてってくれてて、でそういう交流もあったからそこはすごい嬉しかったんですけど、の量が尋常じゃなくて、もうそこで俺声変わっちゃったし、まあ正直今の時代ってそんな飲むとかないじゃないですか、ホストがだから飲まされるとか、そこで完全に食らったっすよ。それが辛かったエピソード。はい、エグいやん。全然姫とか関係ないよ。